報償の忌み物を警戒し、性格ハンターを警戒し、薬王秘伝を警戒してきたが、まさか暗物質レギオンだったとは。巡視の最中に外道どもと戦うことになるか。この一戦を経た後、ラフの存亡に関わらず、同盟はレギオンを不遇大天の敵とみなすだろう。これまでレギオンが同盟にちょっかいを出すことはなかった。情報によると狂った戦争機会が集まる軍団だとか。油断したよ。七体君それぞれが鮮やかな個性を持つとはね。これは参った。タイ君、元老は物事を内部から崩壊させるのを好んでいる。だから性格の災いを計画し、薬王秘伝を水面に出させた。だが今やその陰謀は暴かれ、彼女は自ら舞台に立つしかない。いや違う、これは彼女の壊滅美学に背いているな。きっとまだ気づいていない何かがあるはずだ。彼女は脱輪した。僕だけを残して、なのに僕はいつ訪れるかわからない脱輪の日を待つことしかできない。知っているかい、タンフーが犯した罪に対して獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが、殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが彼らはその途中である瑕疵を残した。長老は獣王氏の目をごまかせると思ったのだろうが、岩の物言う世の中だ。古書の記載によれば、これは我ら一族の故郷から持ち出した東海の一部、汚れなき湖。流祖が生命の水で我らを養い、寿命に普及を授けた。我らはここより生まれ、またここへと帰る。我が心を注がん、後悔の水よ我が体を癒さん。現世の前縁は完了し、現世の悪業は焼却した。